最近、謎の船舶消失事件がアメリカ大陸沿岸の太平洋で頻発していた。UGM でも事件を注視し警戒を続けていた。こちら藤森、ポイント E7 異常なし。よし、わかった。そのまま警戒を続けてくれ。了解。これは絶対に第二のバミューダトライアングルですよ。まさか、あの魔の三角地帯はここよ。北大西洋でしょ。でも原因がわからないなんて他に考えられますか。状況は似ているが、今度の事件は地域が一定してないし、常に移動してる、うん、僕はもっと恐ろしい何かじゃないかと思うんだ。先輩がそう言うんならそうなのかもわかりませんね。じゃあ怪獣かしら。うん、それも考えられるな。アキラ君。ああ、山本さん。帰宅途中のたけしが声をかけたこの少年は、毎日のようにこの川岸で船遊びに夢中になっていた。ある日、故障した船をたけしが修理してやって以来、二人は友達になっていた。今日も一人かい？まあね。でも明日、父さんが帰ってくるんだ。そうか。アキラ君のお父さんは船乗ってたんだったな。うん、外国航路の船長さ。それでアキラ君は船が好きなんだな。一つだけ心配があるんだ、新聞で見たんですけど、今太平洋で変な事件が起きてるでしょ。父さんの船、大丈夫かな。心配することはない。日本の近海は安全だよ。もしも危なくなったら UGM が守ってくれる。もちろんさ。本当だね。任せとけ。に迫りつつありますね。なんだか嫌な感じだな。皆さん、なんとかしてくださいよ。どうしたんだ、セラ。船会社から苦情がボンボン入ってるんです。このままじゃ船を就航させられないって。怖がってるのね、船会社も。ああ、このままじゃタンカーも貨物船も日本に入ってこなくなります。え、じゃあ石油や資源が。ええ、供給がストップします。我々が船舶の安全を保障するしかないな、セラ。はい。そう言って船会社を納得させてくれ。わかりました。みんないいか。これからは24時間体制で警戒に当たる。了解。一体どうなった。どうした、ヤマト。コントロール。
ロールできません。何か引っ張られています。脱出します。船長、もうすぐ日本です。どうやら無事に到着しそうですね。俺にとっては最後の航海だ。船長は本当にお辞めになるんですか？ああ。この船を無事に日本までやることが船長としての最後の仕事だ。まさか例の事件に巻き込まれたりしないでしょうね。大丈夫だよ。UGM が安全を保証してくれてるじゃないか。攻撃により気を失ったたけしは日生丸の乗組員によって救出された。そして数日後、強力な磁石の塊に見えました。磁石の塊だって？ええ、スカイハイヤーや船を吸い付けたのは確かに磁力です。しかしな、磁石が動き回るなんて考えられんぞ。無機質の物体が意思を持って行動できるのか？でもそういうふうに見えたんです。コンピューターなら可能よ。うん、でも人間が作ったんですかね、その塊を。とにかく今までの事件と今の話を総合して奴の正体を洗おう。城野隊員、はい、池田隊員、あ、早速かかってくれ。了解。ところで大和、首の方はもういいのか？え、はい、大丈夫です。ほら、え、いってあんまり無理するなよ。医者に見てもらった方がいいんじゃないのか？いや、本当大丈夫ですよ。はい。今夜から明日にかけての気象データを持ってきました。ご苦労さん。それから大和さん、面会に案内してきました。どうぞ。アキラ君。嘘つき大和のバカ野郎。アキラ君、お前なんか大嫌いだ。アキラ君、大和大丈夫か？ヤマト、キャップ、ヤツが現れました。北緯30度29分、東経140度19分、取り締め置き。本当は10月8日、誰かが中から無電を発信しているようです。取り締め置き、ご覧の水を見込み、潜水とはあるかと思われる。こんなもん。アキラ君。アキラ君、やめたまえ。君は船が大好きだったはずじゃないか。父さんを殺した海なんて大嫌いだよ。アキラ君。なぜ？正直。アキラ君、そんなこと言うもんじゃない。
山本さんは怪我をしながらもこうやって君に会いに来てくれたんじゃないか。相談は死んじゃったんだ。これからずっと僕と一緒にいるって約束してくれたんだ。なのに、なのに。たけしは思った。アキラは寂しかったのだ。父親の後悔は長い。その間中、アキラは寂しさを紛らすために一人で船遊びに夢中になっていたのだ。アキラさん、山本さん、父さんは生きてるよね。帰ってくるよね。大和です。そこにアキラ君はいるか。います。連れて戻ってきてくれ。お父さんが生きている。いや、その可能性があるんだ。私は第一機船伊勢丸の船長山本三郎です。父さんだ。父さんの声だよ。本船は10月8日1400この島が起き、高難度飛行を成功し、1000フィートはあるかと思われる怪物に攻撃を受け、船は全員飛行しました。なお、この怪物は15年前に沈んだクイーンズ号であると思われます。クイーンズ号だって。大型貨物船クイーンズ号、それは無人の船だった。つまり全てが最新鋭のコンピューターによって操縦されていたのだ。しかし15年前、クイーンズ号がマズラン海峡を航行中、最新鋭のコンピューターでさえ予測できない事故が起こった。突如目の前に巨大な氷山が現れたのだ。コンピューターでさえ万能ではなかったのだ。繰り返します。この怪物はあのクイーンズ号のコンピューターによって動かされており。どうだ。アキラ君、業務の隊員。はい。キャップ、救出に行かせてください。お前そんな体で。怪我は何ともありません。お願いです、行かせてください。分かった。お前のことだ。止めても聞かんだろう。藤森隊員。はい。ヤマト一緒に行ってくれ。分かりました。ヤマト、行こう。はい。もうすぐ奴の持続圏だ。安全ベルトを締めろ。了解。ちょっと待ってください。アキラ君。巻き添えにはできない。返そう、うん、お願いです。連れてってください。父さんが心配なんだ。どうやら奴の上のようです。アキラ君、大丈夫だ。しっかりしろ。仕方がねえな、ここまで来ちまっちゃ。いいか、離れるんじゃないぞ。よし。あれは父さんの船だ。アキラ君、大丈夫か。しろ。
げたな。山本隊長、山本さん、山本さん、アキラ君まで一緒だなんて。クイーンズ号のデータがありました。大変ですよ。見てください。どうした？それは沈没前のクイーンズ号の進路予定図だった。これとですね、ちょっとこの地図を見比べてください。ヤツが進んでいるコースは15年前にプログラミングされたクイーンズ号の進路と同じなんですよ。ヤツはクイーンズ号の最終目的地、つまり東京湾に進んでいるんですよ。なんだって？キャップ、当時クイーンズ号が積んでいたのは MK 合金です。そう、強力な磁力合金だ。つまりこうか。クイーンズ号のコンピューターは15年間動き続け、船を再生し強力な磁石にした。15年前にプログラミングされた自分の使命を果たすために。ええ、しかしどうして磁石になんかなって他の船を引きつけなきゃならないのか、その辺がわからないんですよ。多分二度と氷山なんかに負けない体を作ろうとしたからだ。それで積み荷の磁力合金を利用したんだ。どっちにしても氷山にぶつかったショックで回路が狂っておかしくなったに違いない。おいコンピューター、俺たちと話せ。お前はな、人間のために作られたのぞ。それが分かってるのか。藤森隊員、やつはコンピューターです。やつにとっては人間の言葉よりプログラムの方が大事なんですよ。ヤマトさん、アキラ君、アキラ、どうだ、どうだ、今助けてあげるからね。アキラ君、このロープを狙うんだ。さあ今うち、さあ早く。移動を始めたわ。やつは東京湾へ向かう気だ。キャップ、やつを東京湾に入れたら何百何千という船がやられてしまう。何としてでもやつを食い止め、ヤマたちを救出するんだ。はい、了解。攻撃してきた。ええ、これ以上どうしても近づけません。そんな力があるんじゃ、なおさら東京湾に入られたら大変なことになるわ。でもなぜ奴はわざとスペースマミーを引きつけないんでしょう。多分奴は太りすぎたんだ。奴の上にスペースマミーが乗ると重すぎて沈んでしまい、二度と浮かび上がれない。それを奴は知っているはずだ。だったら奴を沈めてやりましょう。沈めて動けなくなりゃ閉めたもんだ。無理するないと。分かってます。行くぞ、行くぞ。了解。
これからはずっと一緒に暮らせるんだね。ああ、今度の仕事は遊覧船の船長だ。毎日家に帰るぞ。親子の絆か、いいもんだな。皆さん、この度はいろいろとご迷惑をおかけいたしました。アキラ、迷惑かけてごめんなさい。そんなことはないよ。アキラ君はよくやったよ。ねえ、そう、アキラ君がいなきゃ俺たち助かってなかったかもしれんもんな。それはそうと、今度の事件でコンピューターが信じられなくなりましたね。機械は人間に忠実だが、西洋ということを知らんからな。まあ、要するに使い方の問題じゃないですか。使い方によって良くも悪くもなるっていう。ねえ、ヤマトさん、僕も UGM の隊員になれるかな。アキラ、君は将来 UGM に入りたいのか。うん、だってかっこいいもん。そうかそうか、アキラ君が UGM の隊員になる頃にはこの僕がキャップが中華。こいつ、アキラ隊員、怪獣の正体洗ってくれたまえ。うわぁぁ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 。M に鳴り響くスクランブルのベル。直ちに出動した UGM だったが、そこには怪獣反応は見られず、怪獣のおもちゃを作る不思議な少年がいた。たけしは妙にその少年が気になった。ついに出現する巨大怪獣ガゼル、ウルトラマン80のサクシウム光線も逆に怪獣のパワーとなって80を襲う。絶体絶命ウルトラマン80だが、なぜかあの少年だけが怪獣の弱点を知っていた。次回、ウルトラマン80、少年が作ってしまった怪獣。